狭山市が、とてもいい関係になれるようにと、交流のためにも、来させていただきました。では皆さん、福島的に聞いてみたいことありませんか？ご飯を何杯食べるんですか？ちょっとね、今ダイエット中で、みんなが食べてるお茶碗だったら15話だったんです。僕も将来豊ノ島みたいな強い相撲の人になりたいです。ある場所では白鵬を倒して優勝してください。